バレンタイン仕様ですよ今日は。こんばんは。リボンつけた。ここがリボンになってるんですよ。今日はバレンタインなので。こんばんは。顔いいですか？バレンタインっぽくしてみました。今日ねちょっとチョコをねちょっとチョコをねダジャレみたいになっちゃった。もうね用意したんよ先に。きっとね今から作ったら時間かかっちゃうなって思ったから若干用意しといたんですよ。もうちょっとなんか危ない気がする。MC さんブーキありがとう。おにます元気さんハートのクッキーありがとうございます。 SKMC さんチョコポップありがとう。トウモロコシさんハートのクッキーありがとう。クマネパパさん大好きなチョコありがとう。ありがとうクマネパパさん大好きチョコありがとう。頭かわいいでしょ。そうね、今日はね、しかも今日めっちゃ気をつけました。いつもはこれ下ジャージとかなんですよ。いつも下ジャージで、さっきもギリギリまでジャージを着てたんですけど、後になってねこうやって価格調整してた時にあっこれズボン見えちゃうって思って、そうだからちゃんとスカートに履き替えました。今日はちゃんとスカート履いてます。いつもはジャージですけど今日はスカート履きました。そう今日はちょっと意識高めに。あこれは多分初めて来ました。サラピさんからいただいた洋服です。これもそう自分じゃさあんまりこう洋服買わんからめっちゃ可愛いです。サラピさんありがとうございます。サラピさんのブラウスでした。めっちゃ可愛い。フリフリです。ここもなんかレースついててめっちゃ可愛いです。さすがサラピさん。嬉しい。めっちゃ可愛いよね。嬉しいです。初めて来ました今日。今日初出し。で今日のために包丁も買ったんですよ。包丁も買いました100均で。え100均の包丁ってさちゃんと切れるんかな、まあ、そんなお肉とか今から切るわけじゃないですか。頑張れ頑張れ。ハッピーバレンタインデー。なんか開かない開かない。困った困った。開きません。これどうやって開けるの。困ったんだけどハサミないよ。包丁が開きません。なんか開ける場所ないかな。こうやって包丁買ってるとさ普段料理しない人みたいだけどそんなことありませんよ。ちょっとハサミ取ってこようかな。開かないからお家が映っちゃうんですよ結構。切ります。包丁絶対開け方違うよね。こんなんで切らないよね普通。よいしょ。まあ開けばいいんです。
おお。大丈夫かこれ。ちょっとどこに置こう。置くところ。よいしょ。怖い。じゃあまずチョコ切ります。ちょっとさゆる。で、クッキーを買ったんですよ。だからクッキーにこの先ほど用意した生チョコを挟みたいんだけどね。このクッキーサイズに切りますね。じゃあ。リーチクッキングこのサイズに切ります。大丈夫？失敗しちゃいそうだよ。切りますね。見えるかな？見えないか。今日結構見えるようにしたんだけど。いけいけ。ちょ真剣です。今日真剣だから。よし、ちゃんと本格的じゃないですか。これさ、切ったはいいけど、どうやって外せばいいんだろう。よいしょ。気をつけまーす。怪我しないように。安全第一で。わー。ちょっとなんか、大変なことになってる。なんか大丈夫そう。ちょっと待って、なんか思ってたのと違うんですけど。すーよいしょ。これ超簡単って書いてあったから、あ、簡単なんだって思ってやったのに、意外と簡単じゃない。ちょっと気分大変ですね。あ、来た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 。え、でもちょっとくっついちゃってるかな。手袋つけてやりたい。これにこのチョコを挟みます。生チョコにしたんよ。ビシッ。すごい美味しそう。なんか意外と良くない？挟みます。あれできた。あれもう完成です。え、いいじゃんいいじゃん。よくないですか？結構良さげ。でも先に作っちゃったんです。今日は絶対時間かかるなって思った。ピンクも作ったんよね。ピンクバージョンもあります。これピンクバージョンで、なんかね、分離しちゃいました。生チョコが、生クリーム入れたら分離した。これがピンクバージョン。こっちの方が可愛い見た目が。こっちがピンクバージョンです。でこっちがチョコレートバージョンです。もうこれだけで食べたい。美味しそう。もう誰にもあげたくない。じゃあこれ切りますね。なんかさ、大丈夫かな、ちょっとブヨブヨしてる。分離するの直す方法を調べたんですけど、意外となんかやっても直んなくて諦めたから分離したまま固めました。
あ、でもこんなこと言ったらみんな美味しくなさそうって言っちゃうから言わんでおこう、分離したとか今度はピンクのチョコで挟みます。チョイス、美味しそう。これだけでも美味しそう。じゃあこれオーディションの時もやったんですけど、ちょっと去年方式で、じゃあ壇上をちょっと 何枚作れるかな。1234567、7人分も作れる、作れるか。1234567、じゃあ7人分作れるっぽいので、壇上7位の方までプレゼントフォーユーしますね。ハッピーバレンタインということで、よいしょ。サランラップ切っちゃいそう。下向いた時の頭かわいい。本当ですか？どうなってるんだろう。何、どんな頭になってますか？でもね、多分これハーフツインしたんですよ。今日初めてやったハーフツイン、初めて。多分今まで、あ、そんなことないかな。でも公園とかじゃできない髪型だからちょっと珍しい。めっちゃ柔らかい。こっちの方が温まったのかな、暖房で部屋の。美味しそう。ちょっと形整えよう。食べたい。包丁の使い方絶対違うけどさ。でもちょっと味見したい。今日まだ一回も味見してないんですよ。家はいつもバレンタインは味見するのが恒例じゃないですか。味見してないんです。断面いい、いいやつにしよう。ここの断面がいいのでこれにします。それではこっちがいちごチョコ、ちょっと分厚さ違うんですけど、こっちがチョコ、チョコといちご。あ、なんかちょっと全然分厚さがでもいちごの方が可愛い。包丁持ってポーズ、可愛いポーズありますか。こうクッキング頑張るぞみたいな。そう、いちご味、いちご、いちご LINE したんだよね、そういえば。で今2個目、じゃあ次もいちごにしますね。よいしょ。いいな、みんな食べられてさ、羨ましいよ。ちょっとさ、余ったらさ、リエも切れ端食べよう。チョコの切れ端とか余らんかな。じゃじゃん。
これどうやったら綺麗なの、ここの辺とか、ここちょっと綺麗にしたいよね。3つ目じゃじゃん。クッキーいちごです。こっちも3つ目。じゃあ7名様分用意するので今から。じゃあ次いちご、あ待って切れ端ありました。切れ端ゲット、じゃん。うんふん、激うまです。美味しすぎる。うん、めっちゃ美味しい。バレンタインといえばつまみ食いです。激うまです。じゃあ次、これで4人目はチョコにします。チョコ、うんふん、ちょっと今で真剣だから、よいしょ。あれ？ちょっと待って。なんかクッキングシート、クッキングシートさチョコにくっついちゃってんだけど、もう手が汚れちゃう。絶対サランラップにすればよかったのかな。いちごサランラップにしたらめっちゃやりやすかったんだけど。これです。ちょボソボソしてる見た目が。手作りチョコレートの裏側ってこんな感じだから、みんな衛生面気をつけて。じゃあ整えます。今から綺麗にしたい。ここなんかさ、温めた包丁で切るといいんでしたっけ。温めてこようかな。温めたら解決する。あでもなんかチョコが分厚くて美味しそう。ちょ断面いい方探そう。うん。じゃ見栄えがいい方で、こっちかな。いやこっちかな。じゃん、チョコ。こっちはチョコ味です。美味しそう。今これいつ集計すればいいんですか。壇上7位までの方ってさ、いつ見ればいいの。じゃあリエが作り終わったら見ますね、壇上を。今日なんか可愛いメッセージカードみたいのも買ってきたので、これにお名前書きますね。
ちゃんとこれも買ってきました、ラッピングも。じゃあラッピングと名前のメッセージのやつ。これが4人目の方。あ、ちょ、これ綺麗。今こんな感じで可愛いんだけど、可愛くない、なんかちょ可愛い、上から見たら普通のクッキーだけどね。美味しそう。いちごの方が多分ちょっと少ないんよね。次いちご、いちごじゃない、普通のチョコにしますね。こっちに合わせよう。あ、あれ？クッキー割っちゃったこと。あれ、やっぱクッキーちょっと待って、クッキー割れちゃった。どうにかなるんですか、クッキー割れたら。ちょっとくっつかないかな、また。クッキー壊れちゃった。困りました、結構。ちょっとクッキー割れちゃったら、計画が、私の計画が。困った。じゃあまあ一旦ちょっと放置これは。てか待って、めっちゃさ、テーブルにめっちゃチョコついてた。やだー。まあ一回後で拭きます。お洋服につかないか心配でも、ちょっと先に拭いとこ。についてサラピさんからいただいた洋服が汚れたら嫌なので先に拭きます。確かにチョコペン、チョコペンない。でも確かにチョコペンあったらくっつくよね。ノリでくっつけてもいいですか、じゃあ。これ絶対サランラップにすればよかった、今回。割れちゃってる、割れちゃってじゃない、破けちゃってるからか。もう結構さ、チョコ余る気がしてきた。クッキーが足らない。クッキーもうちょっと買えばよかったね。13個買えばよかった。13個作れるようにすればよかったか。割れたクッキーをくっつける。これちょっとチョコさ、溶かしてさ、もう一回固めたらくっつくかな。あ、でもなんか、あ、くっついた。くっつきました。大丈夫、ちょっと割れてるけどね。ひび見えなくない？ひび割れチョコ。まあ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 、まあ、でちょっと綺麗にします。パティシエみたい、なんか
じゃじゃん、ここめ完成。こうあと2個作ります。じゃあどっちにしようかな。いちご作りますか。いちごの方がさピンクで可愛いから。なんかでもついちゃいそう、いちごが。汚い。ちょっと汚いですね。なんか次いちごやります。よいしょ。なんかいちごめっちゃ緩いんだけど。なんかさ分離、一回分離したからさ、なんか生クリームのなんか油みたいのがさなんかちょっとくっついてるんですよね。こうやってよろしくない本当に。じゃあ切りますね、これを切ります。じゃあ油を切り取ります。完成。いちごちょはみ出てる。あ、くまねパパさん、かわいい。なにこれ、バレンタイン、かわいい。なんかパフェみたい。パフェ、パフェ、くまねパパさんありがとう。な、何タワーだろう、なんかバレンタインタワー、ありがとう。嬉しい、めっちゃかわいい、ありがとう。じゃあスクショしますね、ごめんなさい。くまねパパさんありがとう、ハッピーバレンタイン。ハートハート。あ、ちょチョコ手ついてるかも。ありがとう、かわいい、めっちゃかわいいね、バレンタインのタワー、かわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、ハートがたくさんで可愛いです、ありがとう、嬉しいです。綺麗にしますね。あ、チョコついちゃった。藤井シェフ藤井シェフなんて言われた、確かに同じ名字だからね。いちごを切ったらさ、もう全部さその後はいちごにする場合のにさ、いちごにしたりチョコにしたりするからさ、包丁にさピンクと黒が混ざっちゃうんですよ。危ない、本当にさここについてるチョコとかさ舐めたくなっちゃう、超危ない。いい加減にしよう、本当にいい加減にしよう。じゃーん、いちご、やっぱいちごの方がピンクだから可愛い、美味しそう、可愛いですね。次、あ、これで最後の1個です。ちょっと今なんてだろう、ちゃんと時間足りなくならんか心配。最後の1個です。ちょ、前髪整えますね、藤井シェフ前髪整えます。あ、全然時間大丈夫だった、むしろ早いぐらいだった。じゃあ藤井シェフリップも塗ります。洋服につかないように気をつけよう。じゃあラスト1個はいちごにしよう。クッキーがあればもうちょっと作れたのに、買えばよかったね、もうちょっと。
も割れたクッキーもなんかくっついたんで大丈夫そうです。え、なんかチョコめっちゃ余っちゃうんだけど、どうしよう。なんか何、なんかに使えないかな、使えない、なんか他のレシピ作れないかな、これで余ったチョコで。よし、塗ります。じゃあ綺麗にしますね。整えます。あー、ちょっと綺麗にします。いちご、いちご完了。いちご味です。こっちが美味しそう。ちょっと冷やさないと。あ、あっちさん、くまちゃんタワーありがとう。好き、かわいい。くまちゃんもあるのね、かわいい、ありがとうございます。くまくまくまちゃん好き、ありがとう。マッツさん、くまちゃんとはありがとうございます。ハッピーバレンタイン、ありがとう。あ、ルパンさん大好きとは、ありがとう。大好きがいっぱい、ありがとう。大好きとはありがとうございます。ハッピーバレンタイン、パシャパシャ。ありがとう、バレンタイン。今日はクッキーを作りました。わっ、じゃーん。え、かわいい、なんかかわいく、なんかあの CM の写真みたいに、なんかかわいく見ちゃったですね。こうやって美味しそうに組み立てたい。あ、でもこういうことしてまた割れちゃったらどうしよう。すごい、これはかなり上出来。多分リエのママ見てたらびっくりすると思う。リエこんなに料理できるようになったんだって。美味しそう、めっちゃ。ちょっと冷やしていきますね。一旦これラッピング袋に入れたらくっついちゃう気がするから一回冷やしてきます。おおおおいや、すっごい顔しちゃった絶対。持ち上げようと思ったら割れちゃった。あ、あ、あ、ちょっとやばい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 。ちょっとこの人はあのグッと固めて、よし。あ、なんかダメ、ずれちゃう。ちょっとここ綺麗なやつだけ、かわいい。お皿もピンクで、ちょっと視力高めな感じ。ちょっと冷やしていきます。
ちょびっとだけ冷やします。セロテープで、確かにのりとかでもいいですか、なんかテープのりとかでも。え、なんかさ、めっちゃ余っちゃいました。ほら、これもういちごもチョコとかやばくない？もう半分以上余ってる。半分以上余っちゃいました。本当に悲しい。ちょっとつまみ食いしよう。切れ端だけね、切れ端だけ。天才かなって感じ。じゃあ普通のチョコも食べてみますね。じゃバレンタインってこれがあるからいいよね。つまみ食いしてる時間が一番。これがチョコだ。ゆうさん、これじゃ足りないかもって思ってさ、板チョコもう一枚さ用意してたよね、僕は。でも全然足りた。めっちゃ美味しいです。でもチョコの方が好きかも。じゃあもし余ったらなんか容器に入れようと思ってね、よく見るやつ買っといた。でも生チョコにしちゃったからさ、どうしてあれだ。でももう一回さ、あったかくしたら分離しちゃいますか、これって。ちっちゃいやつにさ入れようかなと思ったんだけど、これもう一回あったかくしてさ液体に戻したらさ、割れちゃう分離しちゃうかな。今日誰か詳しい方教えてください。なんかチョコ詳しい方いたら教えてください。これもう一回温めたらまた分離しちゃいますか。ちょっと服についちゃいそう。一旦こちらに戻します。ぷよぷよしてるいちご、めっちゃ。やっぱり机汚れてる。拭きます。調べますね。じゃあ調べます。ちょっと待ってね、調べてきます。あ、ここにスマホあった。生チョコ溶かしたらなんて調べればいいんですか。でもなんて調べたらいいんだろう、これ。生チョコ固形から液体に戻す。固まっ、そんなの出てきません。生チョコ生チョコ分離の直し方しか出てこない。出てこなかった。でもったいないよね、せっかくならね、なんかにしたいよね。
可愛いですか？今日はコンタクト入れてないです。今日コンタクト入れてないから近づかんと見えんけど、あ、そう、ママから LINE 来たわ。多分分離する、あ、分離するっぽいですママ曰く生チョコを溶かしたら分離するらしい。じゃあやめときますね、ちょっと分離しちゃうらしいからやめとこう。でもなんかこれせっかく買ったからさ、可愛くしたいよね。あ、ちょっと待ってね、これにお名前書かないと。7位までの方7位大ちゃんさん、6位なぴちゃん、5位イシケンマシンさん、4位トトミチさん、3位マッツさん、2位ルパンさん、1位クマネババさん。じゃあ何がいいですかありがとう、待ってね、かわいいのにした。なんかプリンとかあるよ。何にしよっか。あ、すごい、なんかテープまでついてくれてる。え、めっちゃかわいい、見てみて、かわいい、かわいい。何種類なんだろう。 1,2,3,8 種類ありますね。1個目、プリンとなんかカップケーキみたいなやつと、でチーズケーキみたいなやつと、え、めっちゃ可愛くない？これ私が欲しい。あとパンケーキと、あ、これめっちゃ可愛い、クリームソーダなんかこういうのさ、ワクワクするよね、可愛くて。え、これもめっちゃ可愛い、ドーナツ超可愛い。しかもなんかキラキラしてるんですよ、ほら、キラキラ可愛いドーナツ。なんだこれ、なんだこれは、なんかアイスかな、アイスから、ロールケーキ、可愛すぎる、めっちゃ可愛い可愛い子たちです。お任せ。そうなの、そうなの。じゃあ、リエが考えるちょっと待って、でも壇上変わっちゃうかもしれないから一旦スクショ撮っとこう。バシャちょっとチョコ見てきますね。じゃあ、いい感じかも。じゃーん、固めてきました。ちょっとじゃ、いい匂いするちょっとママさんから、ママさんから LINE が来てる。余ったチョコを一口大に切ってデコしたら、だってデコ、でもさ、デコするようなものないんだよね。デコチョコペンとかないんだけど、どうしたらいい、ま、ママとの会話をこれショールーム上でチョコペンないんだけど、ナピちゃん、プリンかパンケーキ、かわいい、だって、オッケー、プリンかパンケーキ、これや、どっちがいいですか。でもプリンかわいいかちょっとママ、ママリエ、チョ
コペン持ってないんですけど。チョコペン持ってない。これ使えるんかな、なんかね。え、これさ使えそうね。ちょっとさやってみよう。リボンマジ可愛すぎ、ありがとう。赤いリボンつけた。ちょっとハーフツインしてみました。可愛いですか？可愛いですか？わ、飛んでちゃった。びっくり。少しだけ表面溶かしてキラキラのやつ。キラキラのやつって何？キラキラのやつ持ってないよ。キラキラのやつ持ってない。キラキラのやつ持ってない。何もデコするのないよ。これだけしか持ってないです。ここに詰めてみよう、余ったチョコ。もう9時だった。ちょっとそんなことしてる場合じゃなかった。じゃあメッセージカード書きますね。うん、じゃあこれ D が勝手に決めてもいいですか？かわいいやつ。じゃあナピちゃんプリンがいいって言ってたからプリンにしよう。大ちゃんさん、これ好きに決めていい感じ？じゃあなんかかわいいやつがあったら言ってくださいね。何にしようかな。じゃあロールケーキにしよう。何で書こう、ボールペンがいいかな、いやマッキーの方がいいか。めっちゃ前に買ってたんだけど一回も使ってないんで。どっから開けんのこれ。ここか。じゃあちょっとあと1時間切ったらしいので急ぎます。ちょっと X も投稿しないといけないからちょっと急ぎ足で。バレンタイン？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 調べよう。間違えたら怖いから調べよう。バレンタイン。あ、みんなコメントで書いてくれてありがとう。
できたー。よいしょ。あ、袋入れてなかった。ちゃんと袋持ってきたんですよ。髪の毛めっちゃちょびっとしかない。どっから開けるんだろう。ハサミ袋、なんか可愛い袋にしました。ケーキ、ケーキの袋にしたよ。じゃあこれに入れますね。割れちゃったやつはかわいそうだから割れちゃったやつでも誰に言っても割れちゃったやつかわいそうになっちゃうよね誰にあげてもかわいそうなんですけども、これちゃんと横にしたい。いや結構天才かも。似合う、ありがとう。赤めっちゃ好きなんですよ。赤ペンライトカラーにも出るぐらいラブな色です。これと一緒にさ袋閉じよう。割れたの、そういう中だから。どういう中ですか懐かしいバレンタイン、なんかね、いいね。なんかだんだんコロナでさ作んなかったりした時間が結構あったじゃないですか。だからすごいこうやって作るのが懐かしく感じます。あれコロナの時さバレンタインチョコをみんなあげられなかったよね。でも去年からあげてた気がする。みんな去年は交換した記憶ある。小学生ぐらいまでめっちゃバレンタインさ毎年頑張って作ってたけどさ、だんだんちょっとねなんかやんなくなった。剥がします。じゃんじゃん、できたー。見てかわいい。後ろ、これが後ろでここにクッキーが入ってまーすじゃーん、だいちゃんさんバレンタイン、あ、ありがとうも違うなんていうのが正解だ。あ、ちょっと聞かなかったことにしてくださいちょっとなんかだいちゃんさんハッピーバレンタイン、いつもありがとう。私もずっとリエのこと好きでいてね、ありがとうあ、後ろのメッセージ、いつも応援してくれてありがとう、これからもずっとリエのこと好きでいてねありがとう大ちゃんさん、かわいいバレンタイン、かわいい、いいね。後ろはロールケーキにしました。じゃあちょっときっとスクショしてるだろうって思って可愛くしよう。去年のリーチから成長したリーチが見られるといいな。パシャ、もっと寄せてほしいです。いきます、パシャ
パシャ。じゃーん、かわいい。ありがとうございます。かわいい。ここに、じゃあ郵送しますね。郵送します、皆さんのお家へ。ありがとう。じゃあ次、ナピちゃん。ナピちゃんプリン、ナピちゃんプリンにします。プリンが可愛かったから。去年も言った気がする、郵送しますって感じで言わんかったっけ。ナピちゃん、ハッピーバレンタイン、みんなに書く。ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン。よし、完了です。オッケー、プリンにしました。なっちゃんはピンクにしよう。ピンク、いちごにしよう。ピンクだから。ピンク可愛いからピンクにする。よし、時間あると思ってたけどさ、意外とそんなになかったかも。ちょっと、おお、もう15分だった。じゃじゃん、のぴちゃんはプリンです。後ろに貼ります。これはシェフ、前髪整えます。ちょっとなんか前髪変なんですよね最近。なんかいつも変だけど、最近さらに変っていうか、これは美容師さんに切ってもらったんですけど、また変になっちゃった。 OK。 アピちゃんありがとう。後ろも。じゃーん、プリンでした。ありがとう、ナピちゃん。じゃじゃん。オッケー。じゃあこれはナピちゃんのお家へ郵送されます。ありがとう。次は、次は石剣マシーさん。これ D が選んでいい感じ。それともなんか好きなのありますか。何にしようかな、何にしよう。
じゃあこれにしよう。アイスアイスにします。なんかメロンアイスみたいなの分かんないけど、アイスにします。できましたじゃあ袋に入れます。寝たの？だって寝てないよ。今は壇上7名の方にメッセージ書き中です。バレンタインだからね。じゃあピンクにしますね。毎年恒例にしよう、バレンタイン作ってファンの人にプレゼントするのを。ね、毎年恒例にするね。じゃ毎年違うレシピを作らないと、日々じゃないや、成長できるように次作る時はもっと本格的なバレンタインになるように。じゃん、石剣マシンさん、ハッピーバレンタイン。じゃあいつもたくさん会いに来てくれてありがとう。今年もデイジに首ったくで約束してください。ちょっと待って、なんか見ちゃう。あ、大丈夫、何もない、ありがとう。じゃん、裏側も、裏側アイスにしました。じゃーん。パシャパシャ、ありがとうございます。こんな感じ。じゃーん、ありがとう、石剣マシンさん、ハッピーバレンタイン。かわいい、このさ、メッセージカードみたいなやつもかわいいですよね。じゃあ次、これさ、壇上変わってないかな、変わってたりする、もしかして変わってないか。ととみちさん、もう一回文字見せて。見せます、見せます。ちょっと汚いんだけどね、許して。じゃじゃん。こんな感じでした。ととみちさん、じゃあ何にしようかな。じゃあピンクにしようかな。ピンクにします。なんかピンクの方が好きそうだから、わかんないけど勝手に。
偏見です、これは偏見。なんかバレンタイン楽しいかも。なんかいつかさ公園とかでハーフツインとかやりたいよね。じゃあメッセージ書き書き。トミツさん何しよっかな。バナナ、バナナないかな。バナナ、バナナいないね。じゃあバナナいないから、じゃあパンケーキに、いやドーナツにしようかな。なんか可愛いからドーナツにしますね。ドーナツにします。ちょ、バナナいなかった、残念。これどっちが上なんだろう。チョコかかってる方がいいかな。オッケーでーす。じゃあこれを後ろにくっつけます。トトミチさんは黒なの？トトミチさん黒が良かったの？ピンクかなと思った。可愛いんだけど、このドーナツ可愛い。これメッセージのやつ全部可愛いですね。それでは、あ、ちょっと、ちょ、前髪直しますね。トミチさんは実は黒らしい。ハッピーバレンタイン、トトミチさん、いつも応援してくれてありがとう。最近デイのことをめっちゃ好きなの伝わるよ。ありがとう、トトミチさん。最近ディアのこと好きなの伝わるよって。バシャ。じゃあちょっとこんな感じでした。これはドーナツでした。かわいいドーナツ、なんかキラキラついてるんでしょ。ドーナツ、じゃじゃん、じゃーん、ありがとう。以上、ハッピーバレンタイン、ありがとうございます。じゃあこれはつるみちさんのお家に郵送されます。それでは次の方、マッツさん、何にしよっかな。でもうち被らないようにしたいから、あ、クリームソーダにしよう。これかわいいわ、クリームソーダ、クリームソーダにします。クリームソーダ、もうハッピーバレンタインね、もう書き慣れてきました。さすがにもう見ずにも書けるようになりました。
ケーイ。ちょ、なんか下向いたら前髪が真ん中に寄っちゃうんですか。それではじゃあマックさんはチョコにしよう。真剣真剣。クッキーは割れたのでいいよ。 SDGs 本当にちょっと綺麗なやつも包んじゃった。SDGs、 レイが好きな言葉です。好きな言葉。地球に優しい、みんな地球に優しく生きていきましょう。じゃじゃん。それではマッツさん、あ、待って、もう一回。ハッピーバレンタイン。ショールームお話し会もショールームお話し会も来てくれてありがとう。今年はまだ会えてないから早く会おうね。バレンタインありがとう。場所そう、地球に優しく、あ、いいね、地球にも優しく、オタクにも優しく、それをモットーに生きようと思います。じゃん、クリームソーダにしました。じゃじゃん。クリームソーダもほらここキラキラで可愛いの。じゃーん、ありがとうございます。ハッピーバレンタイン、早く会いましょうね。こんな感じ、ここにほくろあるんですよね。ありがとう。マッツ財閥。マッツさんね、ショールームでいっぱいね、いつも応援してくれるのでありがとうございます。またイベントで参加する機会があったらまたよろしくお願いします。ありがとう。お話し会もまた会おうね。それではハッピーバレンタインでした。では次はルパンさん、ちょっと待ってね。何にしようかな。でもあとね2種類しかないんですよ、もうカードが。あ、3種類かな。パンケーキか。あ、パンケーキにしてあげようかな、してあげようかなって。してあげようかなとか言ってめっちゃ上から目線。パンケーキにしてあげようかなだって、超上から目線な人。それじゃあお包みします。パンケーキ発生さん、すごい、うまい。よく思いついたね、そんなこと。全然出てこんかったよ。頭いいです。今度からじゃあみんなルパンケーキさんって呼んであげてください。じゃあパンケーキにします。
ッケー。よし。じゃあ裏につけまーす。なんかリールめっちゃ若干つってるよね。そんなことない。ベルパンさんスクショすると思うから、ちょっと前髪整えとこ。じゃあリップとかも塗っとこうかな。リップ薄くなってきちゃった。なんか喋ったらリップ薄くなっちゃうね。それではルパンさん、ハッピーバレンタイン。いつもたくさん会いに来てくれてありがとう。ずっとリエチだけ見ててね。バイリエチ。ありがとう。ハッピーバレンタイン。パシャパシャ。こちらはパンケーキでした。イエイ。ありがとう。ハッピーバレンタインです。ほらちゃんとちゃんととか言ったら、ここにひびが入っちゃってますね。ひび入り、ひび入りです。裏はこのパンケーキに書きました。じゃじゃーん。パンケーキもこのちょっとかわいいやつ。ありがとう。ハッピーバレンタイン。イエイ。ありがとうございます。これはルバンさんのお家に発送されます。そして1位、最後は熊根パパさん。お待たせしました。熊根パパさんはなんかピンクのイメージあるから、ちゃんとピンク残しといた。いちごのピンク。ピンクの T シャツ、確かにめっちゃ懐かしいね。やばい、懐かしいエピソードすぎる。どっちがいいかな。でもどっちもピンクな、どっちもピンクなのよ。どっちがいいかな。でピンク、でもこっちの方が、迷っちゃう。どっちもピンクなんだけど、こっちにしようかな。こっちの方が可愛いからこっちにしよう。迷っちゃう。よし、ケーキさん、ちゃんとルパンケーキ忘れてくれ。そうよ。特別です。特別仕様。バレンタイン仕様で。バブル時代に買ったピンクのジャケットも実際、実家にあるで。本当にいいじゃん。今度の話し会はそれ着てくださいよ。くまねパパさん。じゃあ今からこっちに変えます。ハッピーバレンタインが大事なのに、今日は。感じが分かんない。できました。
書き慣れたって言ったのにそもそもね書くの忘れちゃった。キープすればよかった今日。よいしょ。それでは後ろにくっつけます。これになりました。ショートケーキじゃない、なんだっけ、チーズケーキになりました。じゃーん、完成。くまねパパさん、ハッピーバレンタイン、いつも応援してくれてありがとう。なんかツイッター X のプロフィールが新しくなってたね。ツンツン。あれれれ。ありがとう、くまねパパさん。くまねパパさんはケーキにしました。じゃあパシャ。一応やっときますね。撮ってくれるかわからんけど、撮ってくれると信じて。裏は。じゃーん、ありがとう、ハッピーバレンタインだよ。これなんだろう、チーズケーキみたいだよね。チーズケーキ、じゃーん。ありがとう、くまねパパさん。ピンクにしました。くまねパパさんはめっちゃピンクのイメージあるからピンク。ありがとう。これはくまねパパさんのお家にしっかり郵送されますので届くのをお待ちください。ありがとう、みんなハッピーバレンタインでした。ありがとうございます。嬉しい。ここにね、みんなのバレンタインがここにあるちゃんとみんなのお家に届きます。ありがとう。それではバレンタイン配信、皆さんありがとうございました。これ毎年ね恒例にしていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ毎年こうやって可愛くしないと。ありがとう、ありがとうございました、本当に。ありますけん来てもらってないけどありがとう。こちらこそありがとう。リーがね本当にね、もうねもっとクッキー買っておけばね。みんなに配れたのでね、ちょっと来年からは大量生産できるようにしてかな。ありがとうございました。あ、本当だ、結構いい時間だった。ちょっと X 投稿しないといけないので皆様。ありがとうございました。それじゃあみんな、またおやすみ、またおやすみさん、ん。おやすみなさい。また明日会いましょう。いいバレンタインになったかな。ありがとう。それじゃあ壇上見ます。13位トウモロコシさん、ありがとう。12位ピオさん、ありがとう。11位ピンクのクマさん、ありがとう。10位ヤシギャキさん、ありがとう。9位おいでます元気さん、ありがとう。8位まさびょうさん、ありがとう。7位だいちゃんさん、ありがとう。6位なぴちゃん、ありがとう。5位石剣虫さん、ありがとう。4位ととみちさん、ありがとう。そして3位まっつさん、くまちゃんタワーありがとうございます。2位ルパンさん、パンケーキさん。ルパンケーキ八世さん。大好きタワーありがとう。ステージはくまねパパさんでした。バレンタインタワーありがとうございます。今年もいいバレンタインになりました。今日は可愛かったよ。いつも可愛いって言ってください。いつも可愛いって言ってください。ありがとう。いっぱいここにあるよ。今日の分が。今日の神セブンさん。みんなのお家にこれから届きます。
ありがとう。じゃあ後で X 投稿しないといけないので。カシコがグザグザすぎる。そうなん？でもカシミンもさ10時までしかできないんじゃないの？そろそろ結構時間じゃないですか、カシミンも。それじゃあみんなありがとうございました。そう、神セブン、神セブンのみんなおめでとう。ありがとう、楽しかったです。今年のバレンタインもすっごくすっごく楽しかったよ。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。